幕末、函館、横浜、長崎などが欧米に開港されて外国人居留地が作られました。そして長崎に外国人用の大浦天主堂が建てられた直後、歴史的な大事件が起こりました。潜伏キリシタンが大浦天主堂を訪れ、キリスト教信仰を表明したのです。ペリーのいわゆる訪韓外交によって日米和親条約を結んだ江戸幕府は、下田と函館を開港し、200年以上に及ぶ鎖国は終わりを迎えました。その5年後、1858年、アメリカ、オランダ、ロシア、イギリス、フランスと結んだ安政の5カ国条約では、横浜や神戸、そして長崎などの港が外国に開かれ、それぞれの港には居留地が作られました。そして来日する外国人が増えるにつれ、宗教施設の建設も急がれるようになっていました。長崎では1864年、大浦居留地にフランス人のための天主堂が完成し、翌年、日本26世人殉教者聖堂と命名されました。日本人のキリスト教信仰はまだ禁じられていましたが、当時フランス寺と呼ばれていた珍しい西洋風の建物を一目見ようと、大勢の見物人が訪れていました。そして3月17日の昼過ぎ、見物客に紛れた浦上の潜伏キリシタンたちは、聖堂内で祈るプチジャン神父に近づき、私の胸、あなたと同じと囁いて信仰を告白し、続いてサンタマリアの御像はどこと尋ねました。信徒発見の瞬間でした。このニュースは世界中に発信されると同時に、各地に潜伏していたキリシタンの間にも次々と伝わっていきました。幕府の終焉は近づき、時代は変わりつつありました。その空気感の中、それまで隠れて信仰を続けていた潜伏キリシタンは、次第に信仰を隠さないようになっていきました。1867年には浦上4番崩れが起こります。仏式の葬式を拒否したことがきっかけで、浦上地区の3000人を超えるキリシタンが捕らえられたのです。翌1868年、幕府は倒れ明治新政府となりましたが、禁教政策はそのまま維持されました。しかし諸外国からの非難は一層高まっていきました。そうした中、明治6年1873年、キリシタン禁制などの定めが書かれていた街中の考察を撤去することになります。ただこれはあくまでもキリシタン政策を撤去するっていうことであって、キリシタン政策だけではないんですよね。他の全ての考察を撤去する、つまりそれはお触れ、法律を当時伝える手段を改めるものとして、キリシタン政策が撤去されたんだということです。つまり考察は撤去されたんだけれども、まあ、依然としてキリシタン禁教というものは生きていた、法律的には有効だったんだと。でしかしながらキリシタン政策が撤去されたことを受けて、多くの人たちは、まあ、キリスト教が自由になったというふうに、まあ、誤認するわけですよね。そこで政府が考えていたキリスト教禁教政策の有効性と、当時の民衆の人たちが目にした状況、社会状況というところに齟齬が生まれてきてしまった。でそうした中で、ある意味黙認状態という世間 の流れができていきまして、まあ、最終的にキリスト教が制限付きではあるんですけれども、認められるきっかけになったのは明治22年の大日本帝国憲法からということになります。